けども、みなでございます。健康診断の結果が届いた、見ていきたいと思います。俺もね、もうすぐ30になるんですけども、どんな感じなのか、2月とかにやったやつですね。事務所のウームの健康診断なんですけど、毎年やったやつちょっと来たんで見ていきたいと思う。酒も飲みますし、まあタバコもね、やめたんだけど、これ健康診断受けた時はまだ吸ってたんで、ちょっとどうなってんのかね、心配。特にそのガンマ GDP 的なとこ心配なんですけどね、見ていきたいと思いますよ。まずじゃん、そうなんですよ。僕身長が伸びたんですよ。やばくないですかこれ。これ衝撃。去年 170.9cm だったんですね。なんなら去年ちょっと下がったんです。ところが今年 172.1cm やったー、伸びた。1.2cm も伸びたんですね。これすごくないですか。そしてまあ、体重がちょっとね1キロぐらい増えて、まあ、そろそろねダイエットしていきたいと思うんだが、身長が伸びたことによってですね、標準体重も、上がり、まあ、それの 400g 上、まあ、若干、まあ、でもまだまだ中肉中背の範囲だとは思うんですけども、そしてなぜか腹囲 5cm、下がるって謎の結果に、まあ、これもなんか直前に何か食ったかとかそういうのなんですかね、よくわかんないですけど、まあ A ですね、判定は。続いて聴力、これも A、 はい、ありがとうございます。視力 1.5、俺もずっと目いいんですよね。最近はこれね、今受けてるあの健康診断だと 2.0 まで測れないんだけど、最後高校とかの時 2.0 あったんですよ。はい、続いて、胸部 X 線、これ毎年俺 B なんですよね。こうなんか背骨曲がってんのかな、背筋っていうか、ね、姿勢悪いんですかね。これなんかちょっと俺コロナ開けたらなんか接骨院とか行ってちょっと直したいなって最近思ってます。これ直したらなんか下手したら173センチ4センチあるんじゃね、わかんねえけど。はい、身長の伸びしろをここに感じてる。ぶちまかしたら最悪だけどね。おっ、うん、yeah. はい、続いて肝機能いきましょうか。お、全部 A です。ありがたいね。ちょっと AST、ALT って俺これ何かわかんないんだけど、ガンマ GT ってこれ肝臓ですよね。これ、あ、ちょっと上がったけど、でも50以下なら正常なんだ。まあ、これも A ですね。はい。よかった。次、尿路系。尿路系も全部 A。あれ結構健康ですよ、今んところ。他はこの辺も A と。めちゃくちゃ健康じゃないですか。続いて2枚目いきましょうか。じゃん。あれ B がついてる。待って。中性脂肪が爆上がりしてるんだけど。5倍。これ大丈夫なの？中性脂肪。中性脂肪って何？コレステロールは大丈夫。ちょっと中性脂肪何か調べていいですか？すいません、ちょっと一旦。中性脂肪、肥満、メタボの原因。なるほど。まあ、あんまり食うなってことですよね。アルコール減らす、喫煙をやめるって結構予防できると。なるほど。甘いもの控える。魚を食う。なるほどね。ちょっとこれは気ぃつけた方がいいですね。まあ、B なんだけど、まだ。でも C とか言ったらもう精密検査なのかな。これはちょっと、ついに来た？ 30 手前にして、体にガタ来てんのかな。最近ですね、俺ね、自炊たくさんしてて、焼き魚ね、焼くようになったんですよ。なんか、スーパーとか行って、例えば鮭とか、最強焼き？もう最強味噌つけてある魚とか売ってるじゃないですか。そういうのを焼くだけで結構簡単な自炊になるって最近ね知って、しかも安いね。もう200円とかでそこそこのご飯食えるでしょ。最近それやってるからね、ちょっと良くなるんじゃねえかなっていう期待。はい。血糖値は悪くない。A。次、血液系ですね。白血球、赤血球とか、もうすべて A と。数値もなんかギリギリっていうところもあんまりないのかな。このヘマトクリットってやつがちょっと基準値ギリぐらいなのかな。まあでも、大丈夫でしょう。はい。血圧、大丈夫ですね。心電図も大丈夫。はい。という感じで、どうなんでしょう？どうなんでしょう？まあ、身長が伸びて中性脂肪が5倍になったと。中性脂肪5倍してやばいな。まあ、気ぃつけますね。ね、この自粛期間中ちょっと運動とかもするようになって、食事も気ぃつけるようになったってなったんですけど、ただ、ね、タバコをやめたことによってチョコレート爆食いするっていうね、サイクルになってるんで、まあ、とりあえずチョコをやめて、ガムに移行しようと思います。はい、そんな感じ。ちょっと緩めの動画ですけども、はい。健康診断帰ってきたよって。頑張ります、こっから。健康でいるよ、俺は。はい、そんな感じ。それでは。